はいどうも、大野塾のともです。大野塾第6話なんですけれども、僕たち、そのポーカープロがもうお世話になってるというか、切っても切れない仕事の人の話をしようと思うんですけど、リーダーさんですね。僕はまあすごくリスペクトさせてもらってるというか、当たり前なんですけど、リーダーさんがいなければ僕らの仕事はできないし、そしてどえらいもんなんですけど、僕たちの時給をそのなんていうんですか、コントロールする、左右するのもリーダーさんなんですよね。すごく上手で頑張ってくれてるディーラーさんやったら僕たちの時給も上がるし、もう何にもやる気ないもボヘーとしても、なんかもうターンとリバーの間にテレビ見るみたいな、マカオのディーラーとかね、感じやと僕らの時給は下がるわけですよ。だからこう精一杯頑張ってくれて、しかもそのテーブルの雰囲気をこう良くして、まあ、笑顔で良くしてくれるとか、そういうディーラーさんもすごくもう尊敬してますし、もう感謝してますね。で僕もまあ言ったら25年ぐらい前ですか、僕もディーラーをやってまして、数年間で、そのアミューズメントを経営したこともあったので、まあ、そこで自分でね、まあ、ディーラーしたりとか、そのディーリングをそのアルバイトの、ね、ここに教えさせてもらったりとかしてたので、まあ、少しだけ、まあ、ディーラーという仕事のその立場とか、ディーラーさんのそのね、どれだけ大変かっていうことを歌にしてみました。聞いてください。このテーブルからファイナリスト出ました。勝てますようにと優しい声を添えて、この小さな角と幸せ近いか、うざいか、臭いか、このテーブルからファイナリスト出ました。振り込まれない給料、毎日負けた客に殴られています。このテーブルからファイナリスト出ました。できることなら娘を高校に行かせてあげたい。ねえお母さん、私中学を出たら就職するつもりよ、隣町のアミューズへ。だからもうお金の心配することないのよ。このテーブルからファイナリスト出ました。娘を強く抱きしめて食べ物で絞りに行ったわから、このテーブルからファイナリスト出ました。家事は娘に任せて、毎日夜の街で酒薬ホスト、このテーブルからファイナリスト出ました。生まれ変わったら綺麗な桜になりたい、このテーブルからファイナリスト出ました。